Let's go, man. This is the second game of the new roster. This is team one, second game, my friends. And they need this win to qualify for the semifinals. Very important one. Crest. Looks good on the qualifier.うまくキルを取って下がることができました、ね、しかも高めのスモーク、これはいいキルが取れましたね。 good players. まあダブルデュエリストとして T1 of course the favorite. 絶対に倒さなければいけないという素晴らしいワンピックです。特に T1 はゆっくり進む分には月光、慶応、そしてバイスのアークローズもありますから。ブロフィールド手前での勝負、相手のポジション取りカバーに入ったイズ、しかし桜井のカバーも入り、シルバーはクラシックでダブルキル、首引きだった剣、ここは2人で落とされました。シルバーのトリプルキルです。思い切って勝負をしたんですけども、これによってむしろ人数差が生まれてしまった。ただ体力が少ないのでチャンスはありますが、面白いのはバズです。今回はバズ対バズがいます。ホーリーシーッ、あのどう言い回すか、ホーリーシーッ、読み勝っているか、走ってくるのはバズ、バズが倒す、バズが落ちた、おーバズのダブルキュー、 I kill bro. Oh my.かなりこう攻撃的にもいけるというか。さあ浴場ゼロポイントでクリア、ショートはスラッシュ、そこから中に入り込んでいきます。レーザーバインを使いながら早めに飛んで裏を振った。さあ今度はジジを入れてヘブンガーの取り返し、そしてワープを使って、今度はクレストゲーミングゼストは浴場からのプレッシャー、そこに対してはバズは魚を取っています。レーザーバインを使ってプレッシャーをかけていくシルバンです。まだ設置はできていません。スパイクはドロップ中、さあ浴場から出てきたところはバズが抑えました。ここはブラスバック、シーカーを使っていく、設置はできていますが2オン3です。あーピークを合わせた。さあ残るシルバー、ワンオツオーバーピークにはバズが対応します。 B に寄っていきます。 B の中にいても合計3名でしょう。DG を入れながらシルバンが先頭で入っていく、そして爆発注意、今度はバズがショートタッパーで打ち抜いた。バンダルがバズに、そしてスタンクスに行きました。これで状況は T1 有利になりましたね。手間にはバズ、ショルダーに行きました。バズ with 4、さすがのプレーです。ジャンプピーク見えました。2人ゼロポイント引っかかってしまった。クラスの警戒は必要がない。打ち勝ってゴーストで打ち勝った。オーマイガー、奥からバズ、シルク勝負、カバーに入ったシルバンです。It's one can still win this. 2個目のフラッシュを使いました。ただうまく対処しましたね。バスルバン 3HP man. Oh my. And Kapi has up to a strike. スパイクは回収できます。This is a tough round. A main もう詰め終わっていて、ワープのことを気にしますね。武器がバッキーということもあって中で守るのをやめていますね。シルバンの体力は3。ここでトレイルブレイザーを使っていきます。見えたのはメテオです。バイスだけだとちょっと分かりませんね。この打ち合いはメテオのカバー。あぶり出されましたね、レーザーバインを使って。メテオサックス、このコンビで打ち砕けるか。ただうまく倒せている、体力がない報告も来ている。残り15秒、ワープはあえてしない。設置はビーだ、オービタルストライク、時間かけ成功。メテオ打ち勝ったか、ギリギリ時間は間に合う、間に合うか。この勝負もナイストライマン、ナイストライメチャー、ハマスゴラ。ラウンド勝利はクレストゲーミングです。そして倒して武器は回収できなかったんですが、そうですね、映らないようにメテオも前に入りました。スラッシュです。まあスラッシュを打ったからにはカメラでチェックすることはできません。そのカメラを破壊していきました。浴場はチェック、フラッシュを共に入れて A サイトの手前が取れました。先頭はバズ、そして傾向をどう対処する。このラップ剣が耐えるがショートストッパーを切った、ダブルキルを打った。ボーダンブラボーダンブラカバーのサックスまで、今度バズのカバーです。メテオリーチが確定した。ワンオンフォー Dangerous man、ワンオンスリーまで持ってったが、おっとメテオタイミングが合わなかった。オペレーターだ。しかし横から桜井、そこに1ビュー1ブロー、ホールドユーワープ、
That was a nice try, bro. He played that so well. Time out.に対しては刺さる位置抜かれる位置クラッシュが飛んできます。ただこの上でもう一人隠れてるんですよね。手前ブンボットカピが辛い、oh, 助けれるか、アビテオチ余裕がない桜井外してしまった。 It could be one for one though. これでスモークが晴れません。リジ感動した、決定しますね。クラッシュ返し、これによって中で耐えることは成功です。これかなりのアビリティ使わせましたよ。これで今 B4 っていうのがT1 掴めてるはずですよ。しかし B ロング取れましたよ。ここで動けるのがクレストゲーミングゼスの強さです。 okay, むしろバレたので動くしかないですからね。剣が、さあここ大抜いた。最初の落としがしま、 I like that confident as well. He missed the first shots. 見えておかいます。 But keep going. Keep believing. そこを打ち方の剣強気に勝負した。ぐるっと回ってくるのはブロフェルド、中に入ったのが分かりました。しかし、なぜかバズが置いてる。バズなぜそこを警戒してるんだ。あと30秒。しかしここはプロフェルドフリック。スパイクを設置。中ではいつ2オン2。カメラがやられた。ダーツはさせていないようですね。桜井はブレードストーム。最後飛び出してきたスタックス。バックス。The Legend.これがベテランの。I'm a big fan of this guy, bro. フラッシュもあるので。DC 合わせ。無理はしないサックス。This is forever, bro. 伊豆に最終的には任せる判断ですね。残りプロフェルド。伊豆。このワンワンはどうだ。あくまではいけますが時間が足りない。共に戦ってきたメンバー。オーバーピック伊豆。伊豆。It's good for clash, bro. Always has been.オペレーター継続なので T1 は間違いなくそこを警戒します。ウィングマンとブーンボット贅沢に使っていきます。その上でもトレードになれば、おバズ入っていった。バズ and バズ right 強気すぎる。まだ行くのか。ウィングスは面白い勝負する。まず十分な情報です。しかしシルバーのダブルキル。 OK so far that's good。 またもや2オン2です。今度はスタックスシルバーが残ります。オービタルストライクをエルボーに打ったところブロフェルドが降りるところを見ています。 Let's see if this guy is good. Let's see. 最後の一人だ。ここはシルバー。ダイブ。ダイブないブロ。さあここからは読み合いですね。スモークが開けてしまった中で選択したのはこの P。 オペレーターの桜井。どうでしょう桜井、これ武器拾いたいなっていう気持ちもありますよね。もし映画に来るのであれば。残り30秒です。あと30秒。先ほどはリテイクの際にはブレードストームありましたが、今回はオペレーター一丁。スパイクを設置。どうだ桜井はオペレーターでいく。見えた見えた。さあおそらく UI のトラブルがあったでしょう。バスファーストブラッドを狙っていくのがバズ。ここに対してはトリプルピーク2-2トレード。クロスを組みながら人数状況は3対3です。フラッシュフォースタックスとランプのスタックスを3人で落としに行くか。ここもトリプルピークで攻めていくクレストゲーミングゼットに対してスタックス切り返し打ちダブルキル取っていった。That's crazy man。 ワンオンツーです。イズシルバンが残ります。狙っていったか。ここはシルバンのカバーが入ります。Man, Stack saved the round there. Man, that was two flashes. ここにはバズ。おー、たまい！ Great job, man. 中立。そして、視野が発動されて、手前にいる。一人の剣は、一人ぼっち。苦しかったバズ。バズも苦しかったですね。ニューラルソフトで、バックサイドにいるスタックスがバレます。しかも引くの見えたらこれ当たりますよ。いや行かないか。シルバンはヘブン側。ヘブンのシルバンが落とされました。サックス勝負。イズのカバーどうだ間に合うか。アップライ。おおイズ。ワンワンだ。How did the one v one? Two bullets. ウィングマンを持っています。ウィングマン構えた。これ解除。イズマン。He's a clutch player. This is huge, bro. Huge.
アビリティはこのトレイルブレイザーとフラッシュのみ。あとは無理やり桜井に入ってもらうだけ。スティンガー4本購入のクレストゲーミング Z、 その射程までは来たんですけど、サックス、サックス、そしてうわー、冷静なサックス。ヤバレキさん、バインドのスタッフのプレッシャーかけで少し A 側にホールドしたような攻め方ができる。おっ、ジャンピング狙い、ブロフェルドを狙っていました。これは迷わずしいか来てる。ちょっとさ、苦しいシルバー。抜いた、インセンディアリーも構えてる。ただ引っかかっちまった。ファストリテイクは間に合わず。残るはスタックス、バズ、そしてメテオです。3対4のリテイク。まあ、先ほどの負け方があるので、さすがにクレストもここは丁寧に狙うでしょう。メテオワンピック、3対3カバーから倒したカピ、メテオダブルキル。ちょべちょべだよ、ロイチペ。ツオン2です。メテオが倒され、ここはブロフェルドのカバーが入りました。早いカバーですね。 Very expensive man, their money is shit。 ブロフェルドでした。後続を倒した、冷静な判断です。これは気づいた時にはブロフェルドが。 Hey, the view, bro. Wasn't for you. スタイルにはどうしても時間がかかってしまいます。さあ、オーブ回収したメテオが寄ってきます。これでスティールガーデンが上がりました。オービタルストライクを入れながら B サイトに入っていく総振りを見せますが、スモークによってこれは入ることはできません。うまいですね。ちょうど入りたいタイミングでアビリティを返しています。フェイントダウンスタート。手前にはイズがいる。ダブルキル、そして奥からシルバーの射線。クリーンラウンド、ダブルキル2つで抑えてきました。 No money for trust. タイムアウト。チャンスがあるか。も置いているので、フッカーの取り返しがないというのが分かっていますね。桜井のブレードストーム。クレストゲーミング Z の未来がかかっている。お前警戒してる。ブレードストームは伊豆が抑えた。一方、中ではブロフェルド、中は攻略したが、問題はエルボーとディフェンダーサイド。設置よりもまず倒しに行くことを優先した。伊豆は落ち着いてる。打ち勝ったブロフェルド。パスが手前に入ってくる。ギリギリのポジションだぞ。ブラストバックでずらされた。なんだそのカバーは。うまくカバー取られてる。ハトシャッチ限界ポジション。ダブルピークで押されていく。うわスリフティです。重点的に考えています。クレストゲーミングゼストは、まあ、中を取るプランを。バズ、okay. バズがこれ抜きました。ロシアスタッパーズは把握していたプロフェルトを仕留めているようです。バズ、ハッシーカーズ、シーカーで入るしかない。シーカースタート。ショーストッパーを切りました。バズシルバン、剣を落として人数状況5対3。ショーストッパーはうまく読み切ることができましたが、フラッシュ合わせてピーク、浴場もクリアです。ここだ。インセンディアリーで足止め。セッチの位置が限定されました。かなり遅延できている。バズがピークをチェック。メテオを合わせたピークです。フラウレスラウンド。CGZ can ban next round. We're looking good here for T1. そしてトレイルブレイザー、スティンビーコン。そこにはインセンディアリー飛び込んだ。剣シルバンのダブルキル。あと30秒。コピーが取れず。接触チャンスを得た。これはシルガーデン切るか。シルガーデン切っていった。フラグメント、ダメージを負います。ただスモークで時間を稼ぎます。オールタイミング、オールタイミング。フラッシュ合わせ、ディジ合わせ、飛び込んでいったカビ。あえてブロフェルドを勝負させなかった。シャワーが警戒しますよ。しかし抑制状態。ウィンバーを破壊した瞬間の角度をつけたダブルピークです。組んで当たっているので不利な打ち合いというのが起きていないですね。先ほど刺さった。ここはバズのオペレーター。先ほどの貯金をうまく生かしたクレストゲーミングゼストの買い方なんですが、1人が落ちてしまいました。ここもバズオペレーター、ブラストバック逃げて、今度はスモークのカバーとブーンボットで挑戦。 This is it bro, this is it, this is GG Team 1 on the semi-finals. パシフィック最高峰のデュエリスト。 GG リゲンです。勝利は T1。 さすがの個人技でした。最後はもうこれがリーグプレイヤーだというのを見せつけるようなプレーでしたね。